カールがつくのか見ものです。どうもこんにちは、渡辺です。今日ですね、もう冒頭でもあったんですけど、この状態でね、これね、あの髪の毛を折りたたんでゴムで結んでるだけなんですけど、まあいわゆる卑弥呼みたいな状態なんですけど、これで、カールがついたら結構楽じゃないですかね。韓国のね、僕いつも見てるね、インスタグラマーさんのね、動画でやってたんですけど、本当にそれなんのかなとか思って、ちょっと、検証も兼ねて、やってみたいと思いますので、もしこれがね、本当に綺麗にカールが出るんだったら、多分旅行先だったりとか、いろんなところでね、使える技になるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。僕も今初めてやってるんで、ちょっと本当どうなるかわかんないです。ちょっと皆さん楽しみにしてください。それでは動画をどうぞ。じゃあまず何もしてない状態からヘアミストをつけていきます。次にブラシで溶かしていきます。ミストをなじませるような感じですね。まず後ろで、大体でいいので半分に分けていきます。しっかりと溶かしていきます。ここで髪の毛を折りたたんでいきます。1回、2回、3回、こんな感じですね。で、折りたたんだところでこの真ん中あたりでゴムで留めていきます。反対側も同様にやっていきます。しっかりとね、溶かしてから折りたたんでいきます。1回、2回、3回、ゴムでね留めていきます。この後ね、ちょっと温めていきます、ドライヤーで。で、ちょっとまた冷まします。で、ドライヤーがまあ20秒ぐらい当てて、で、冷風でちょっと冷ましたっていう状態なので、これでね、実際ちょっとどうなるか外していきます。まあ、なんとなくは想像できるんですけど、綺麗にカールが出てるかみたいな。で、いきます。はい。あ、なんか結構でもいい感じに出てるかも。反対もいきます。ちょい、なんか、波ウェーブチックになってるかなと思いますね。このままだとあれなんで、ちょっとね、オイルまたつけて、スタイリングしていきます。結構ね、これだけでも、かなりいい感じかもしれないですね。はい、ということで、こんな感じでね、オイルつけて仕上げてみました。結構ね、僕も今日本当に初めてやったんですけど、意外とカール綺麗に出ました。やっぱりね、このゴムね、このヘアゴムちょっと使ったんですけど、いつも使ってるね、シリコンのゴムとかだと多分ね、まあこういうことできないと思うんですけど、こういうね、なんか普通のヘアゴムあるじゃないですか。こういうのだったら結構ね、こう折り曲げてゴムで結んだとしても、そのゴム跡みたいなのがそんなにくっきりつきづらいかなと思うので、結構ね、ナチュラルに仕上がるかなと思います。で、まあ、普段使いはちょっとね、できるかどうか、ちょっと、まあ、微妙なところ。まあ、
こういうぐらいのね、ナチュラルなウェーブがいいっていう方は全然 OK かなと思うんですけど、まあ、しっかりとね、カールをつけたいっていう方は、まあ、アイロンだったりとか、ね、コテだったりとかでやってあげる方がいいかなと思います。だいたいね、こう長さ的にお人形さんの長さが背広ぐらい、胸ぐらいの長さで、だいたいね、3回ぐらい折ったかな。3回折ってこのぐらいの、カールになってますので、で、逆にミディアムとかだったら、まあ、2回ぐらい折ると、もうちょっとこう、このぐらいの、ここから上ぐらいのウェーブになるかなと思って、意外と使える方法かなと思いますので、ね、まあネタとして、こういうふうな、情報もね、覚えておくと、いろんな時に使えるかなと思いますので、ぜひね、よかったら参考にしてみてください。はい、この動画よかったら、いいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。